ゆうじろうチャンネル、今日のお題は見栄と格好を捨てない限り生まれ変わりません。はい、ということで今日はですね、飲食店だったり、まあ、なんかお店を経営されているそんなオーナーさん必見です。はい、まあ、お店をやっとる人っていうのはどこにあのお店があるとか、まあ、知られとるわけじゃん。ええ、ということは例えば事業を辞めたりするときも、うん、事務所だけでなんかどっかのビルの3階で何たら事務所やってますとかいうやつは、はい、辞めたとしてもあんまバレんじゃん。ああ、分かんないですね、目立たないし。店は辞めたらあの店なくなったのみたいな、うんうんうん、で結構儲かっとった店になったりするとあれどうしたんかな、なくなったのみたいな、うんうんうん、大変なんかなみたいなことをいろいろ言われるようになるじゃん。はい、まあ、なのでね、そういうやっぱりこう今回はまあ飲食店オーナーからの相談だったんだけども、うん、あのね、店を出すっていうのはワクワクドキドキして楽しいもんや、はい、でも店を閉めるというのがどれだけ難しいことか。そうですね、やったことないと分からないの。やったことないから分からないですけど、で男と付き合い始めるときと、そうそうそう、男と別れるときと、なんとなくそれでイメージしたら、どっちの方が辛い？労力で考えると別れるときが嫌です。あ、だってもう付き合うとかは前向きだし楽しいばっかりじゃないですか。明日も会える、明後日も会えるみたいな、あ、もうこれで一緒にいられるみたいな。でも別れるときっていうのは、まあ、振られるのもショックですし、今度お別れを告げるときもなんかどのタイミングで言おうみたいな、まだなんか今日言いにくいとかあるじゃないですか。ああ、そういうタイミングを見計らって、なんかすごい仲いい感じの時はちょっとまだ、いや今日じゃないなみたいな。でももうお前の心の中にはもう終わっとるわけやろ。そろそろ言わなきゃなって思いながら一緒にいるけど、でもその時って相手も分かってる、ね、そうそう、薄々は分かってると思いますし、うん、でもそれが言わしちゃいけんって思うけ、うん、もうやたらとチューをして任そうとするいや、やたら優しかったりね。だからでもそういうのは受け入れるの一回ですけど、受け入れるんかい、受け入れながら、うん、そこで判断します。あ、自分の心に体が拒否っとるかどうか、うん、そう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 、うん、それで、あ、でもやっぱり一緒にいたいなと思ったらもうちょっと頑張ってみようかなと思うし、あ、もう本当にダメだわと思ったら意外ともうすぐ言いますね。あ、もう今日で最後だなと思ったら、あ、もう今日で終わりだなって、はい、自分の心っていうのはやっぱりなんかこう頭でも分かんない時あるじゃないですか。まあな、うん、だからそれはこうまぐわってみて分かる。そうそうそう、そういうこともありますよね大人ですね本当に。まあ今日はね、こういうテーマで言ってみたいと思いますんで、ちょっとこの男と女のこういうのも織り交ぜながら喋っていきたいと思いますね、はい、今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、土手かな子です。はい、ということで、まあ、今回は3店舗やっとる飲食店オーナーさんからの相談だったんだけど、はい、まあそこのお店もまあまあね、売り上げは上げとったんだけども、うん、人気店で、これまあ別に今回のコロナがどうのこうのいう前の相談の話やけ、うん、コロナも何もない時じゃけ、はい、でまあまあ売り上げ上げとったんだけども、ただ儲かっとるんかのと思ったら結構全てを借金で回したりとかしとるけ、うん、結構支払いがでかいわけよ。だけもう自転車操業どころかもうバイク乗らにゃ間に合わんみたいな、うん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 、目まぐるしいスピードで、そうそうそう、でそうしょると1店舗の売り上げが下がってきてから、うんうん、あんまええことならんけって言って、でどうしたかやったらちょっと人件費を削減せねえけんけって、まあ支払、まあ、飲食店の支払いで何が一番でかいかったら飲食店はもう人件費オンリーやけ、食材仕入れなんて言ってもまあまあ知れとるけ、うんうんうん、でそこのオーナーがやったのは人件費をカットするために人をちょっとこう入れないようにしたりとか、ね、はい、アルバイトも削減してって、うんうん、でやったりとか、あと原価率も下げてみたいな、うん、結局 FL 値っていうのがあるんだけど、それをガッと下げるという手法に出たんだけども、はい、まあ、そうなるともう店がおかしくなってくるわけよ、うん、注文したくても従業員おらんとか、まあそうですよね、うん、とか稼働しなくなる、そう、飯食ってもなんか最近美味しくなくなったよねとか、うん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 、もうみたいになるともう負のスパイラルに入ってね。そうですね、うん、だからもうこれはもう無理じゃなみたいなんで、うん、で1店舗閉めようと思うみたいな、はははは、うん、でもそこで3店舗ある店を1店舗閉めるという決断をどう思う、はい、いや私は
正しいと思ったんですけど、いやだって3店舗でうまくいかなくて結局その分経費もかかって出ていくわけだから、うん、じゃあスタッフもこっちに寄って、うん、ギュッと2店舗をしっかりこう守っていく方が、うん、ひとまず硬いのかなって、うん、まあそういうふうに見えるじゃんか、うん、でもその人が店を閉めるという決断は間違ってはないんだけども、うん、いやお前その相談をしに来るのになんでお前ベンツ乗ったんやみたいな、あーそこですか、うん、はあ、はあははあ、いやいやお前のその今乗ったそのごついベンツそれ先に売ってこいやみたいな、はい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 、いやでもこれまだリースも残っとるしとか言って、いやいやもう売ったらその時点から支払いせんでええけみたいな、まずそこなんとかせえやみたいな、はいはい、結局そういうのに乗っとる自分が人と会いに行くときに K で今度行ったらどうしたん K なんか乗ってって言ったら、いやもうちょっとあんま売り上げ悪いけん売ったんやわみたいな、うんうんうん、言えんのよそれがプライド、まあプライド見栄と格好やねここが、まあそういうことか、うん、で閉めたのも閉めたらしいね、オーナーちょっとあれ閉めたんじゃなくて新しいなんか新しいこと業態変化させようかな思ってみたいなことを言うわけよ、うんうんね、だけどももしベンツが K になっとったらどうしたんみたいな、うんうんうん、はなるじゃん、でちょっといやちょっと金がなくなってからとかってそういうことがちゃんと言えりゃいいんだけども、うん、そういうやっぱりこうことが言えないっていうの、うん、全て全部自分に向いとるわけよ、そうですね、その1店舗がなんで売り上げ下がったんかっていうところをこう動向を調査しようとかいう考え方がないから、はい、なんでダメなんだろうかとか、うん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 、まあでもそれはねやっぱり人を削減したり、うん、原価率下げてとかやったらもう負のスパイラルやんか、そうですね、なんかもう本当にだへなんだろう倒産していく人みたいな、うん、お前なんかでもこう客で行っとってなんか最近この店なんか変わったよねとか感じる時って、うん、なんかもう雑多になったなとか、なんかもうなんか適当っぽくなってきてるな、やる気ないなっていう空気感じる時ありますね、あ、もう全くこれやる気なくないみたいな、だってもう掃除もあんましてないじゃんみたいな、あそう前の活気はって思った時は大体閉めますね、トイレとか見たらよくわかると思う、わかりますね、ね、もうなんか本当にやる気がもう全然なかったら入った瞬間になんか美味しいイメージがないです、うんうん、やっぱり掃除に出るやんな、掃除に、掃除はね、だからうちの事務所なんか来てもらったらすごいよ、お前角ゴミだらけじゃけんそりゃ土手先生に掃除機かけさすとね、いや最近ルンバの方がいいんじゃないかなと思ういやルンバも角できない、丸いから、いやあれこうやって毛が出てくるっけ、こうやっていやでもうちの事務所トイレは綺麗よ、トイレは、まあ裕次郎さんトイレ担当です、ね、わしこうやって手で行くけんね、手であのねシートでね、お前何家はこうやって棒釣りでこうやってやる、いや棒とシートで行きますよ、手で手以外ないじゃないですかシートは、あれであのこの裏側もこう入れてグッといくんだよ、あまあそれはまあたまにしかないですね、もうやっぱりあのねトイレを手でやるのは何気にかえたらね、うん、汚れとるところが分かる、分かるんですね、うん、まあでもあの誰が使ったか分からないトイレじゃないので、あ家のトイレはね、あだからまあそんなに思わないんですけどね、うちのトイレはあの女子便所なんかも全部わしがやるけど、うん、あらお前とうちのレイと、うんよしことぐらいしか使わん、いや、吉野さんも使うじゃないですか、うん、わしはうんちん時だけど、うん、でも大概がお前らが使っとるわけ、まあまあそうです、それをわしこうやってやるんだよお前ほんまお父さんだ、でお前が下痢じゃよるけいっぱい飛び散っとるの前でこうやってわしがきれいにいや私ちゃんとそういう時はあれですよ、ちゃんときれいにして出るように心がけてますから、でも便座の裏側とか見てないだろ、いや便座の裏側見えるじゃないですか男の人あげるから、うん、うん、おじゃき上げて拭く、あの汚れてたらね、うん、とかよくトイレとかで上げっぱなしの便座があるじゃないですか男性が、うんうん、そういう時に汚れてたら、うん、拭いたりします、あの公衆トイレとかは絶対しないですけど、うんうん、全然関係ないし、うんうんうん、でもなんか知ってるところだったら拭いて便座下ろします、ほんま、はい、シートがあればね、うん、なんか気持ち悪いんですよね、だって
なんかこう なんだろう、なんかつきそうで、ずっとこうケツ動かしときゃいいじゃん寒い時みたいにねそうだけど、何の話からこんなになったんかやな。だからあの掃除をきれいにするとお店の、ね、そうじゃけやっぱり店が終わっていく時っていうのは、そこのオーナーよりもやっぱり客の方が早いの。そうですね、察知するのは、うん、空気ですごい感じますもんね、うん。まあなのでね、今日はそういう見栄とか格好がねある以上は、どんなに店を閉めてっても絵がならんけんね、はい。だからなんでそうなっとるんかっていうところ、やっぱりちゃんと自分をちゃんと見にはダメよね。そうですね、まあね、ちょっとしんどいから目を向けたくない気持ちもわかるんですけどね、じゃあ今日はそういったお店の状況がもうどんどんちょっと悪くなってるなって思う方へぜひミッションをお願いします、はい、じゃあ今日のミッションはこれだ、はい。ということで、まあ今日はね、これコロナ前の話でこうなんでけ、そうコロナ後で言ったらもっとみんな大変だと思うけども、これはねでもね、コロナ後の方が言い訳が立つんや。はい、今飲食店もし閉めるって言っても、どういうんだろう、経営者の手腕が悪い経営者とは思われんけ、でも分かるしょうがないよねこのコロナでって言ってくれる経営、ちょっとごまかしが効くじゃん。そうですね、コロナのせいにできるっていうね、ただまあどうしてもね、閉めるとか閉めないとかいうのはどうしてもこの支払いの方に目がいってしまうけ、だからやっぱりそこが辛いから閉めようと思うんだけど、そうじゃなくて、なんで売上落ちとるんかっていうところをちゃんと分析せにはダメよ、ね、それが本当にもう掃除をしなくなった、活気がなくなったって言うんだったら、もう一回それはタダでできることじゃん、はい、もう一回掃除をしようぜとか活気を出していこうぜっていうのは、経営者としてこの思いを従業員に全部伝えて、そうですね、もう一回頑張ってみようやみたいな、そういうのがやれるんだけど、もうそういうのは見てなかったらもう閉めることにしかこういかないわけね、で、あとはやっぱり見えとかっこいいだけ、店を閉めるっていうのもかっこ悪いことなんよね、はい、でもこれがかっこ悪いと思っとったら新しいことに転換できんけ、店を早く見切りつけるのはいいことなんだけども、でもお前のその乗っとる車もなんとかせえやみたいな。そうですね、まずそこなんですよ ね。で、まあ一番この飲食店さんにやってもらいたいのは、店をオープンするときにこういう条件になったら店を閉めるという、閉める条件もきちっと決めてほしいよね。例えば何ヶ月連続売上が赤字になりましたとか、ね、こういう条件になりました、こうなりました、こうなりましたっていうのも決めて、こうなったときは絶対にも閉める、前もって決めとかないと実際そうなった時にズルズルしちゃうから、もうやっぱりそこも見えと格好になるけ、こんな店閉めたらもう周りに何言われるかわからんみたいになると閉めれんかったりするので、そうですね、だから私、この本にも書いたんだけど、閉店記念日っていうのはちゃんと作るべきでね、で閉店記念日作って自分の中だけでよしって思っとったら、自分の中のルールほど書き換えること簡単ですもんね、それをやっぱりこうバーンとみんなにも宣言して店にドーンと貼っとく、ってやると、まあ閉めやすいかなと思うんでね、はい、まあぜひそんな感じでやっていただきたいなと思いますんで、そうですね、まずじゃあその辺の条件を考えるところからやってみてください。まあでもそうならんためにはやっぱりこうブログとか書いておくことが一番、そうですね、そのためにはセミナーを受けるということで、セミナーがあるんですよね、はい、はい、場所は札幌、青森、名古屋、広島、日程をここドン出しますから、はい、でこれの、フロントセミナーっていう、どんなセミナーをやるんですよっていう最初の説明会みたいなのを、ズームと併用でやりますから、それを、聞きに来ていただいて、それでなんかこういけそうだな、面白そうだなと思ったら、本茶のセミナー来ていただければいいかなと思いますんで、まあ、概要欄に詳細は出しておきますんで、ぜひ見てください。はい、はい、お願いします、ということで関連動画はこちらからお願いします。はい、チャンネル登録はこちらでお願いします。はい、はい、ということで今日は以上です。じゃあね。